はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの野手セレクションガチャを引いていきたいと思います。まあ、しどれみちゃんがねめっちゃピックアップされておりますけれども、まあ、目的はね、バレしどれみちゃんのための解放用しどれみちゃん確保という形になってます。で10連で、まず PR のしどれみちゃんがおまけでついてくる。で、20連目がバナー SR 確定で、30連目が、しどれみちゃん SR 以上確定で、40連目がバナー PSR で、50連目が、バナー SR 確定ということになっているんですけれども、まあ、ちょっとね今回は40連のバナー PSR のところまで、引いていきたいと思います。でピックアップキャラはメガネ登場と、しどれみちゃんとカザインと鏡ですね。であと厳選24キャラ、のみ出現ということにはなってまして、まあ、24キャラをちょっと見てみると、まあ、ピックアップ以外のキャラということで、まあ、こんな感じになってます。まあ、アーサーとね今回虹谷がね入ってないんですよね。まあ、そこがなちょっと悲しいところではあるんですけれども、ただねモードくんが、下から2番目ですね入ってるので、俺モードくん持ってないんですよね。モードくん出てくれるとめっちゃ嬉しいかなと。あと能見さんも入ってて、能見さん PSR 持っててまだ全然解放できてないんで、こちらも出てくれたら嬉しいし、まあ穂村ちゃんも入ってて、雷も入っててみたいな感じになってるので、まあまあ悪くはないと思います。というわけで、あとタンガチャか、タンガチャはね1から3回目まで、バナーの PR 以上が確定してるので、こっちも3回引いていきましょう。ほい、タンガチャはね本当に SR 以上出てくれるとマジで美味しいよね。いやもちろんそうそう出ないんだけど火山印出てくれると、まあ、かなり嬉しいと。で2回目はピコーンってなってくれりゃいいんだけど、キラーンになんもない。だここも PR ですね。またカザインか。これ結構偏るよね。3回目だって4分の1の4分の1でしょ。いや俺そういう計算あんまり得意じゃないけど、つまり何分の7なの、16分の1みたいな。いや単純に4分の 1×4 分の1をしただけなんだけど。で鏡、俺鏡確か持ってないんだよな SR を。では10連目に行きましょう。ここはPR のしどれみちゃんはおまけなんで、 PR のしどれみちゃんはなんていうの、確定っていうか PR 以上になることはないですね。だこのガチャのところで引き当てないといけないと。うん、ひじりちゃんか。今もはや使われないよね PR のしどれみちゃん。で R のしどれみちゃんも2枚入ってんね。まあまあまあ PR、あれこれは別だよね、これは別で2枚手に入ったってこと今では。20連目、ここはバナーの SR が確定してますと。あ、やばくない、キラーンはない。別にやばくもなんともなかった。お、来た来た来た。そう持ってないんですよ。鏡くんゲットですね。メガネ登場の R が2枚3枚。お、いいね PR のしどれみちゃん。まあまあまあ悪くない悪くない。さあそして30連目、ここはもう SR 以上のしどれみちゃんが確定してますと。また虹、これ虹が出るのはいいんだけどさ、その後なのよ問題は。そうだよね。ここでキラーンが入ってくれると、PSR が確定するんですけど、いやキラーン来てくれたらよかったな。お、また PR 入ってるね。ピックアップがかなり効いてるな、あくまで俺はねで能見さんの PR も入ってますというところですね。割と PR しどれみちゃんが稼げてるね。でここはバナー PSR 確定してますというところで引いていきましょう。東条はね PSR 持ってますんで、反転しなかった場合は東条ですね。いやまあここで虹が出るのはね、そうなんだよ。でキラーン、そうこのキラーンが来ると PSR ですよっていう
ことなので2個入ってますね。あ、東条だ。ただ東条これでプラゴにかなり近づけるな。あ、うわ、マジでこれはかなりいいぞ。PSR が2枚入ってた。いや1個は確定なんだけどね。しかもどーもくんよ、どーもくん。あ、俺ついついね、あの別に間違えてるわけじゃないですよ。ただあのモードくんは俺の中のあだ名はどーもくんなんで、いやーよかったな、これは。これは熱いマジで。でもね、俺円卓野手がね、そのどーもくんを持ってない関係でなかなかね進めづらかったんですよ。ちょっとこれはどーもくんを鍛えて円卓の野手もやっていこうと思いますので、じゃあちょっと一応しどれみちゃんの SR が出たので、まあどのくらいしどれみちゃんがあるのかだけ見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはしどれみちゃんですね。別に PSR を持ってるわけじゃないのでちょっとごちゃごちゃしてて見づらいですけれども、 SR がこれでちょうど6枚になりましたね。 1,2,3,4,5,6 とで、 SR のこれでプラゴが最低でも作り出せるんですけれども、このまま置いておきます。で、 PR のプラゴが今1枚でしょ。で、手に入れたので PR が 1,2,3,4 枚あって、で R のプラゴが1枚で R が2枚、こんな感じになってますと。これはまあどう処理していくかっていうのは、エプロン紫藤さんがね、出てきたら考えますというところになってます。で、メガネ登場、通常のね登場はねもうメガネにぶっこんじゃったんで、通常の登場はもう SR すらそもそも持ってませんと。で、今 PSR がプラス3なので、こっからもうプラゴ、これだけしかないんで、メガネ登場はこっからねもうプラゴを作り出すことはもう PR なんて絶対解放しないんで、ちょっと無理ですというところですね。なので SR のプラゴ、いやプラゴじゃないな、 SR が出たらもう1枚ずつ突っ込んで、でこっちで5にしていくっていう、まあその方法の方が良さそうだね。でもそう考えると PR もね、ワンチャンかけて PSR にぶっ込むっていうのもありそうなんですけれども、まあ次がね一応50連目バナー確定ではあるんで、もしかしたら追うことも考えつつ、いや今日は追わないですけど、追うことも考えつつちょっとメガネ登場の解放を目指していきたいと、思います。だから別に今回解放するわけじゃないんですけど、一応こんな感じですと、いうところで、じゃあガチャ動画の方は、終了したいと思います。モードくんね、SR 持ってないんですけれども PSR 使っていきます。やる気デッキだっけこの人、やる気、そうだね、やる気100の精神ボーナスがついて、45試合経験定ボーナスの57とやる気効果アップというところになってて、まあ、精神練習で金徳がね、ハゲタカと魔術師というところで、やっぱ魔術師持ちっていうのが俺の中ではかなりいい。二遊間はもう絶対魔術師つけたいんで、まあ、その中でね、精神で、さらにコツもでパワーヒッターも持ってるんで、ちょっとねパワーヒを安定させるっていう考え方だと、ちょっと多い気はするんですけど、まあ一応パワーヒも持ってるんで魔術師を取りながら、まあ、あと骸骨のね守備職人もイベントで取れるんで、まあ、ちょっと守備を作るときにはどーもくん入れていきたいと思ってますというところで、今回はじゃあこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。